ですね、もう一つ の大きなテーマっていうのは、不整脈なんですね。不整脈でも放置してていい不整脈と、放置しちゃちょっと胃管不整脈っていうのが分かれてて、放置してはいけない不整脈の中に、危険な不整脈っていうのは当然放置しちゃいけないですよね。この前何ですか、恵比寿中学の中の若い女の子に致死性の不整脈が原因だと思われる突然死がありましたよね。かわいそうな、そういう不整脈の話は別として、ただまあ普通一般的にある不整脈としてちょっと要注意っていう不整脈があるんですよ。これが今日の2つ目の大きなテーマで、その不整脈というのはここに書いてありますように心房細動で、なんでこの心房細動を治療しなければいけないのっていうこともありますので、今日の心房細動のお話は、心房細動ってどんなやつなので、症状は何が出るで、原因は何なので、検査どうすればいいで、心房細動を放置すると何が嫌なのかということと、あと治療はどういうふうにすればいいんだということについてお話しときたいと思います。心房細動というのはですね、実は年を取れば取るほど多いんです。多くなる、まあ、心房細動で皆さんも結構ご存知だと思うんですね。長嶋さんだとか大口師匠もそうですね、結構多いんです。あと田中角栄さんです。厄介な病気です。で、まあ、心房細動というのはどういうものかというと、まあ、心臓はさっきから言ってますように全身の血液を循環させるポンプとして働いています。で、まあ、心臓は規則正しくドキンドキンとやることで全身に血液を送り出しているわけですが、実はですね、このドキンドキンってリズム的にやるのは、こういうここに動脈節といって、これは心臓の中にあるペースメーカー。ペースメーカーっていうのは補聴取りですよね。日本語に直すと補聴取りをしてるやつが機械なのか心臓そのものであるかっていうことで、こうなんとなくちょっと呼び方が違うんですけれども、ペースメーカーっていうと機械っていうふうなイメージ受けますけれども、実はもともと心臓にはペースメーカーがあって、それは動脈節という言われるやつなんです。で、その動脈節が刺激を出す、そうするとこのように心房から心室に刺激が伝わるんです、ね、こういう感じ。それでドッキン、ドッキンというふうに心臓は全身に血液を送ります。だいたい脈の回数はだいたい1分間に60から100回という話になる。ところが心房細動になるとどうなるかというとですね、この毒菌がなくなる。毒菌がなくなって、でここは震えてますから、この心房のところが震えてますから、ここからしっかりこちらに血液が入ってくる。そうすると心臓というのは電気仕掛けのゴム針みたいなやつなんで、ずっと開けば開いただけ勢いよく送ります。収縮したときに、勢いよく送り出すためにはどうしたらいいかというと、ここからこの心臓の筋肉の心室の方に血液がいっぱい溜まると、その溜まった大きさを元に戻すようにしっかり収縮ができるので、とってもいい効率になるんですけども、こちらが収縮しなくなるということです。だからこちらの血液の流れが非常に悪くなって、場合によっては、この中に血の塊ができてくるということになりますね。で、まあ、この心房細動というのはですね、こっちはポンプとして動いてますから、まだ症状はないんですよ。そんなには動悸ぐらい。ところがこのビリビリっていう細かな振動みたいな収縮になると、
それがもしこっちの心室にあったりすると、これは心房細動じゃなくて心室細動と言われるようなやつで、これは血圧は出ません。アウトです。もう言葉でもう死んじゃいます。というかもう心室細動が出てる段階で死を意味します。だから怖いんです、非常に。ただこっちはなんで血液が止まらないのというと、血圧の約8割以上を担うそのポンピングの力っていうのはほとんどがこっちが養うからなんです。だからこっちがちゃんと動いてればこっちがプルプルになっててもあんまり症状は出ないんですね。ただプルプルになりますから、そのプルプル感は動機として感じます。でこっちはちょっと話が次元が違うんですけども、今日はこっちの案の話で、この発生頻度は日本においても非常に年齢によって増加するということが分かってまして、非常に男性の方が女性に比べて多いということも分かっています。なんででしょうね。男の方が多いんですね。まあそれは心房細動の原因を考えればいいでしょうかね。その高血圧もリスクになりますし、お酒もリスクになりますから、やっぱり酒は男の人の方がいっぱい飲むんですかね。女の人よりも。私酒飲めませんのでわかりませんか。そうなのかもわかりません。うちは私よりも今日来てる秘書さんの方が浴びるように飲めますので、すごいです。で心房細動の症状というのはどういうことかというと、さっき言ったように動悸です。で、生き生きで。で、ひどくなると呼吸困難だとか、めまいだとかいうふうに起こってくる。まあ、この呼吸困難だとか、そういうのはほとんど心不全の症状に近いというか、心不全になりかけの症状ですよね。なぜかというと、やっぱりその8割の心筋の動きの方は、非常に保たれているにもかかわらず、上の方だけがダメになっているんですけれども、脈が速すぎると結局心臓から血液を送り出す量も減ってしまうんです。速いというだけ考えてみれば簡単な話ですね。溜めて送り出すわけでしょ。心臓は血液を溜めて送り出す。で、脈が速いと溜める時間がないんですよ。空打ちです。パカ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 言ってるけど、全然その有効な血液を表に出してない。だから血圧も落ちるし、心不全も起こる。あんまり予約の早い人はそういった症状が出てきます。じゃあ、動機っていうのが全て不整脈かというと、そうではないですね。不整脈以外にも動機を感じることはあります。例えば、不安や緊張ですね。それから貧血でもなります。更年期障害や甲状腺機能亢進症、それから運動不足の方が急に運動した場合だとか、薬の作用であったり、脈を速くするやつもありますしね、熱、それから脱水、それから鼓動を感じても動悸がするっていう方も中にはいらっしゃる。自体が全て不整脈ではないということも事実なんですけれども、それは心電図を取れば分かりますよね。あと血の採血だとかしてみれば、何本当に動機不整脈の動機を訴えているのか、それ以外のものを感じているのかっていうのはよく分かります。で、原因なんですけれども、大きく2つに分けて、考えられます。この心臓に関係するものと心臓に関係しないもの、この2つに分けられるんですけれども、心臓に関係するものとしては高血圧、弁膜症、狭心症、心不全、心筋梗塞など、そういったものが心房細動の原因になります。で、心臓に関係しないのは、年齢、糖尿病、肥満、それから、タバコ、お酒、ストレス、甲状腺機能亢進症、こういったものがあります。
原因はいろいろあるんですけど、本質的な問題としてなんで脂肪細胞が起こるかと言われていると、脂肪っていう筋肉、薄い筋肉に対して肌がかかって心臓その部分が伸展されると余計な刺激を脂肪筋が出そうとするんですね。余計な体力が加わるために、脂肪細胞が起こる。つまりこういったもののために心臓に負荷がかかって脂肪細胞は生まれてくるんだというふうにご理解いただいていいと思います。まあ、検査の方法というのは、脈取ればすぐ分かりますね。タタ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 とか言って、脈は不正になりますから、これはもう誰が脈を見ても分かります。ただ、あまりにも早いと分かります。その時にはもう大概ひどい動機だとかはぁ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 言ってますから大概皆さん病院に来てます。まあその早い時は心配しなくても必ず症状出ますから心配いりません。でも通常の脈は脂肪細胞なのかどうか肘の血管か頭骨の血管ですね、この親指の下のところの動脈の拍動を触れてもらえればドッキンドッキンと音がしてますから、そこを触れて規則正しければ普通の脈だなと思うし、規則正しくなければ脂肪細胞かなで、まあ、突然ポコンと出てるような脈だと気外収縮という単発の性脈の場合もありますから、全体的に規則性があるかどうかを見てもらえば脂肪細胞は簡単に分かると思います。さっき今僕が言葉で言った通りですね、正常であればタン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 、気外収縮という生脈があるとタンタタタンタタ、こんな感じになります。でも心房細胞だとちょっと言葉で言えないです、すみません、なんかタタタタタンタンタンタタタンってこういう感じですけどね、バラバラなんです。そういうのがあれば心房細胞だということが分かりますし、心電図を見てみてもこれは脂肪細胞の不整脈なんですけど、この感覚ってバラバラですよね。まあ、ちょっと早めなんで分かりづらいかも分かりませんけれども、よく見てみるとここの感覚とここの感覚と違います。よくもっとよく見てみるとこの横とも違います。こういうバラバラな脈というのは心房細胞であり、正常なやつはこういうふうに規則正しくなっています。で、正常な心電図は、さらにですね、よく見てみると、ここにぽっこりした小さい山がありますね。これは心房の収縮を表すんですね。しっかり一回心房がぐっとこう収縮すると、小さい小山が出ます。でも心房細胞にはそれがありません。全体的にキュッと心房が収縮することがなくて、バラバラに脈がなっているものですから、そういった P 波って言われるんですけども、そういうものが見当たりません。で、心房細胞の原因検査としてはですね、心臓の超音波だとか経食道エコーだとかいうようなことをやって、弁膜症によるものなのかどうなのかっていうのを検査していきます。これは胸からエコーの検査をやって、これ心臓を見てみるとこういうふうになってるんです。これが左心室、右心室、これが左心房、右心房。心房というのはここで、さっきのペースメーカーどこら辺にあったんですか、ここら辺にあるんですよね。本当ね。で、これよく見ると、これ僧帽弁という弁を血液が本当は口に行かなきゃいけないのに逆流してるんです。これ僧帽弁の閉鎖不全というのがあって、この人は脂肪細胞が出てるんだなっていうのが分かります。で、血の塊っていうのが心臓の中によどみができると、血の塊ができて、その血の塊が頭にとることによって脳梗塞が起こるんですけれども、その検査は普通のエコーでは見えずに、経食道エコーといって胃カメラみたいなやつで分かります。こういう胃カメラみたいなやつを食道まで入れてですね、心臓を裏側から見るんです。
そうするともう左心耳って言われるところに血の塊、あの袋があって、その中にすっぽり血の塊が あることがある。こっちはないです、ね、こっちはあるんです。こういうのがもしこれがポンと飛び出て全身の循環にもしもあった場合に、脳梗塞、脳梗塞って言いますけど、頭だけではないんですというか、頭に飛べばでっかい脳梗塞になります。でも、ね、でっかい脳梗塞になるけれども、でっかい脳梗塞でも頭が一番死なない。これがもしお腹に飛んで腸管の血管を閉塞させたら、腸の虚血を起こしますので、腸を全部取らなきゃいけなくなってしまうこともあるんですよ。その場合はいくら腸を取っても大概死ぬんです。怖い。だから血栓症というのは一番皆さんよくご存じは脳梗塞だから、脳梗塞ばっかりが結構問題になるんだけど、実は脳梗塞だけではないんですよ。手に血管、血の塊が詰まってしまうと、この先が紫色になる。足に飛ぶと足の片方が紫色になっちゃう。痛くて痛くてもう紫色になって痛いってなっちゃう。まあこれでも死にませんもんね。でもね、一番死ぬのは実は腸の血管なんですよ。一番怖い。だからそこまで行けば得意と行けるといけないので、治療したくない人にはいいのかもしれないけど、でも脳梗塞は言ったみたいになかなか死なないんですよね。死なない割には意識がかなり飛びます。麻痺も出て動けないくなりますからね。そうすると後がない。あと CT で見てもですね、左心耳というのはどう出てきますか、血の塊があるかどうかとかいうようなことを見ながら、血をサラサラにする薬を使うのか、それから治療していくのか、不整脈を止めるのかっていうのを我々は決めていくわけですけれども、どのぐらい出てるかっていうのを見るためには心房細動の検査として、24時間の心電図をやることが多いですね。心房細動でもたまに出る人、発作性の心房細動と、なんか薬を使えば止まるんだけど、そうじゃなくてなければ、もうずっと心房細動の人、つまり持続性の心房細動という人と、もう一つは何やっても元に戻らない心房細動、もう慢性の心房細動なんですけども、そういった3種類に分けられます。でやっぱり考えてお分かりのように、たまに出る人っていうのは初期ですね。だんだん止まらなくなっていき、最後には固定化してしまう。病気というものは大体そういうもので、実はこれは治療にも大きく関係してまして、最初の方が治療がめちゃくちゃやりやすい。皆さんよくもう年を取ってるんで、ある程度悪くなってから治療してくださいって言いますよね。残念なんですよね。悪くなったら治療できないんですよ。難しい。まあね、人間も病気も一緒。子供のコロナは何とでもなるのに、年を取ってから何か変えろって言ったら変えられないじゃないですか。病気も一緒なんです。ひどくなった病気は何をやっても、いくら名医が何かをやってもなかなかうまくいかない。ところが出始めのやつっていうのは叩けるんですよ。で叩きやすいし、治療効果も期待できる。それは後でまたお話しますけれども、それでこの24時間心電図なんかでどのぐらい出てるのか、この人は初期症状なのかどうかっていうのを調べていきますし、最近では携帯型の心電計というのがあって、こういうふうに胸に当てて自分で心電図をモニターすることもできます。で話はちょっと戻るんですけれども、なんで怖いかというと、心不全を起こしたり脳梗塞を起こしたりなどというようなことが
いんだよっていう話なんですけれども、血栓症に関しては脳梗塞だけではないよということをさっき僕は補足しました。どこでも詰まるんです。ただ心臓がボーンと血液が塊が出て一番最初に口を開けて待ってるのは上向きの首なんですよ。上向きの首だからこう行く時にちょっと溜まりやすくなるの分かるでしょ。なんかだから脳梗塞って言うんだよ。脳って言ったら心臓の血管だって太い血管から分かれてるんで心臓が出た後に心臓の血管が詰まってもいいわけです。そういった心筋梗塞もあります。だからもういろいろは悪さをするくれる。でも悪さをしなくて症状のない脂肪細胞というのはその時はほとんど自覚がないというか我慢できるんです。あってね、だからまあいいかなみたいな感じで結構言う人に構えることが多いんですけど、実はひどくなってきたりとか血の塊ができて頭に飛んだ場合には大変なことになる。で血が固まるときに何か症状があるかって何なんです。動脈硬化と一緒、全く一緒。でもそこまでは誰も分からない。 CT 取って検査したりとかすれば分かりますよ。そうじゃなければ分からないんです。だそれが厄介なんですよね。このイメージなんですけれども、この心房細動が起こって、この心房って言われる筋肉がいろんなところでプル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 触れてると、どういうことが起こるかというとですね、今こういうふうな血の塊がふら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 してて、よどみがあるからね、こんな風に血の塊ができるんです。こういうやつがポーンとどっかに飛んじゃうのが側線維症で、一番上は頭なんですが、さっき言ったみたいに心房細動というのはほらこうやって頭の方に飛ぶんですよ。で、ある程度太い血管を詰めるということがミソなんです。こんなに真っ白じゃないんです。ここなんです。だから当然です、大きいんです。脳梗塞の範囲がでかいということを覚えておいてください。さっき言ったみたいに大渕さんですよね。この隣になるの、長嶋さんか。長嶋さん、オシム監督ですよね。皆さん脳梗塞。脳梗塞になるととっても大変なことがあります。画像で言うと、こんなに大きい脳梗塞になっちゃうんですね。やっぱ脳梗塞の症状はちょっと拡大しますけれども、麻痺ですよね。で、言葉が出ないとかいうことですよね。そういったものがあるとやっぱり厄介です。で、一つの脳梗塞の特徴というのはですね、3つのタイプに分かれるんです。ラクナー梗塞、それからアテローム血栓性の脳梗塞というやつと、心原性の脳塞栓という脳梗塞というのと3つあるんです。ラルナーというのは末梢の細い血管が潰れて起こるやつで、アテローム血栓というのはある程度大きい血管のところに油の塊みたいなやつができて心筋梗塞みたいなやつで潰れるやつ。その油の塊がバーンと飛んだりしてですね、潰れるやつですね。首の血管なんかっていうのは結構これに近いやつですね。で、心原性っていうのはこんなに大きくなります。これは血の塊がポーンと飛んで頭の血管に詰めるからであって、その詰めるときにその詰め方がえげつないぐらいでかいんです。だからこんな小さい血の塊が心臓から頭まで飛びますから、飛ぶことはあるんですけれども、何かやってカテーテルの検査をやって小さいのができて飛ぶとかいうようなことがあっても、慢性の脳梗塞の中ででっかい血の塊ができて
それが多く取るときっていうのはそんなもんじゃない。こんなもんですよ。こんな血の塊がドカンと外の頭の血管に潰れますから、ひどい人が CT 取ると脳みそ半分が脳梗塞。当然動けません。喋れません。何もできない。そんな状態になるんで脳梗塞は嫌なんですが、この脳梗塞の3つのタイプ、ラクナー梗塞、アドノーム血栓性梗塞、心原性脳梗塞の頻度は1対1対1です、ね、心原性です、少なくないですよね。で、まあこれの軽いやつが隠れ脳梗塞と検査して分かるやつということになります。まあ、分類はそういったことで重症度もお話ししましたので、ここら辺は割愛させていただいて、まあ、さっき言ったみたいに心原性の脳梗塞というのはここからここまでが脳梗塞になっている部分ででかいんですよということを覚えておいてください。アテローム血栓性のやつがちょっと比較的大きい血管なんだけど、あってもこんなもん、もうちょっと大きい場合もあります。でラクナー系の本当に小さい真っ白の真っ白の血管が潰れるやつなんで、小さい脳梗塞に画像的になることが多いです。で、心房細動による心原性脳梗塞、でかい脳梗塞を発症した場合に患者さんはどういうふうになっていくかということが問題なんですが、5年間で3割の患者さんしか存在しないということは、7割ぐらいはもう5年後で死んじゃうんですよね。で、どうしてどういうふうに死んでいいかというと、もう栄養も取れない、食事も取れない、言葉も喋れない、動けないというような状態ですから、まあ場合によってはなんか食べれないので IVH で受信状が栄養に入れたりだとか、今だったら胃ろうですね、胃にチューブを差し込んで栄養だけあげるようなやつってありますよね。医療を作って治療するんですけれども、基本的な改善にはならず、誤嚥性肺炎だとかを起こしたり、また、でっかい脳梗塞を再発したりして、寿命が短くなって命を落とすということになります。しかもこうなっていくと非常に医療費も高いし、見てる介護してる人たちの負担も増えます。まあ余談ですけれども、まあ当然ここにいらっしゃる方って、ね、通常皆さん介護する人は労働介護ですよね。労働介護には鉄則があって、だいたい見られてる人間よりも見てる人間の方が最初にダウンです。これね、大変間違いない。僕の患者さんで心筋梗塞を起こした3人の男の人がいたんですけど、もう献身的に奥さん、そんなに気にしなくていいよって言ってたのに、通院する間もいっつも一緒に来てて、何かあっても突然回り行くなど心配ない、心配だからと言ってて、やってたんですけども、そのお二人の方は奥さんが先に心筋梗塞になって突然死しました。もちろんタバコも吸ってないし、糖尿病もないです。だからね、労働介護というのはね、あんまり議題になりません。なのでよく考えておいたら、無理なことはできないことはできないんですね。だから、できないことはできないんだから、そうならないように、普段からどうすべきかということを、もっと真剣に考えていくようになるので、そっちの方をむしろ考えた方がいいのかなと思います。で、まあ、ここら辺はですね、ちょっと飛ばしていただいて、まあ、心房細動ある人の脳梗塞というのは、やっぱり、血をサラサラにしないだけ繰り返します。何回でも繰り返します。今、ワーファリンだけではなくて、ノアクとか言われる、その、ワーファリンが食べられる、納豆が食べられるお薬もありますよね。ですから、でもワーファリンが全てではないので、患者さんもちょっと食生活は楽になったのかもわかりません。でもお薬、まだ新しいって高いらしいと思うんですけど、そういう意味では負担は増えてますけれども、食生活の中では少し楽になっているかもわかりませんが、さて、心房細動の治療はどうやっていくかというとですね、
大きく3つあります、元の不整脈に戻、元の綺麗な脈に戻してあげるか、それとも元のリズムには戻さないんだけど、心房細動のまま速い脈にはしないようにする、心拍数の調整療法といいます、レートコントロールといいますけれども、そうするか、もしくはその抗凝固療法で血を逆さにして不整脈のままコントロールするかなんですけれども、こちらでも場合に使いますし、血を逆さの薬はこちらでも当然使うわけなんですが、こっちになってくるとちょっと話が変わります。これ元に戻るんで、元に戻る状態がきれいに戻っている人たちであれば、このワーファリンなどで血が逆さになる薬を入れない場合もあります。ただね、薬だけは薬にまた再発しちゃうんで、やっぱり必要なんですよね。しかも薬ってずっと使ってても10年経つとほとんど2割も効かない。最初は効いてるんですよ、効いたけど止まったって喜んでるんですけど、10年後にはほとんどどの薬も効かなくなるんです。心房細動っていうやつはそういうやつなんですよ。なかなかしたたかですが、これは私が言ってるだけではなくて、東京に六本木の心臓血管研究所という有名な心臓の病院があります。その病院でもデータを取ってみると10年後にはほとんど薬が効かないんです。だからどうしようかという話になっちゃうんですよね。その時に不整脈だけの問題であればいいんですけど、不整脈があるがゆえに心不全だとかいうふうになるような人たちだとちょっと大変か。で、まあ、血の中を説明していくんですけれども、心房細動にはそのさっき言ったみたいに発作性に起こる人と持続性に起こる人と、この持続性と慢性の違いというのは、この期間ということではなくてですね、これは薬を使ったりするとパッと一時的には戻るんだけど、また心房細動になっちゃったりするようですよ。とにかく何かの薬物療法だとか、そういう電気ショックだとか、そういったことによって一過性でも戻すことができる人は持続性というんです。発作性は勝手にそんなことしなくても勝手に出たり引っ込んだりする人、この人たちは何やっても戻らない人たちですね。まあ、こういうふうな不整脈の分類があって、この人たちにどういう治療法を選択するかというと、見てください。この抗凝固療法というものに関しては、どのステージであっても、まあ、大体やるんですね。ところが、元に戻すか戻さないかというのは、このどのくらい出やすいか、続いているのかということによって決まる。つまり病気の早期に早い段階のやつは止めようと思うんです。で、止めようと思うし、止めることが結構イージーにできるんで、こういう努力をします。で、慢性の人は、なかなかカテーテル治療をやってもなかなかもう戻りません。ですから、まあ、ここら辺が境になる持続性の人は、ちょっとその患者さんの容態だとか、心房細動がその人にとってどのぐらい悪さをしているかどうかに関して、やるんですけれども、薬物療法に関して言うとですね、抗不整脈薬による同調力自効果は約 50% しかないっていうふうなデータもあるんですが、この 50% も10年後にはほとんどゼロになるということをご理解ください。だからもうどん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 効かなくなるんです。で、効かなくなって、もう心不全などがそういう悪いことをしなければ別にそのままでいいんですけど、血をサラサラにして脳梗塞の予防さえしっかりできてるのがね、いいんですけども、あと元に戻そうというやつはカテーテルアブレーションで心臓の筋肉を磨いて不整脈の根っこを断ちます。それによって不整脈を止めてしまうという
やり方がカテーテルアブレーションで、心房細動のきっかけというのを分かる、ご説明すれば分かると思うんですが、心房細動というのはこの肺静脈っていう肺から汚い血液が全身から肺に戻る、肺から酸素化された きれいな血液は肺静脈を通して心臓の左心房というところに戻ってきます。それから左心室に行って全身に送り出されます。ですからこの肺静脈って静脈で書いてるんですけど、きれいな血管が流れて左心房に入ってくるということなんです。でここの左心房にテンションがかかったりする、つまり高血圧とかそういったことでなるんですけれども、その場合にこういう肺静脈のちょうど心房の筋肉と静脈の組織の中間ぐらいのところに変な刺激が生まれることがあって、この刺激が心臓の中に伝わってくるんです。で伝わってパチ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 といろんな刺激が心臓の中に伝わって、でまあこういう生命がパラ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 と出すようになってきて、これが続くと静脈になってきます。そういったその心房の中の肺静脈からの刺激を確認してしまうのが心臓の心房筋の中に入らせないようにするのが心房細動のカテーテルアブレーションという治療方法で、その刺激自体を潰すことはできないんです。なぜかというと血管の中を焼かなきゃいけない。血管の中を焼いちゃうと血管が細くなったりして潰れちゃうんで、それが肺からきれいな血液が戻らなくなるんで大変な事故になります。ですから心房細動の治療はその刺激が心臓の中に伝わらないように消すんじゃなくて、肺静脈の中でできた刺激が心臓の中に伝わらないようにやるんです。どうやるかというと、足から血管を刺して静脈の方から血液カテーテルを持っていって心房中隔というところの膜が心臓にあるんですけども、こちらが左心房、こちらが右心房なんですけど、そこを入ってプツッと刺して刺して、特に肺静脈の入り口が4つ見えてるんですけども、ここの周りを焼いちゃう、ここ周りを焼く。そうすると中から心房細動のその肺静脈の中から来る刺激がここでストップする。なんかちょっと分かりづらいかもしれませんけど、そういうことですよ。だから刺激は電気刺激で通ってくるわけですよね。その電気刺激をブロックするのは心臓の中のその血管の周りをジューッて焼いていけば、そのジューッて焼いたところは凝固していって変性するわけですよ。ケロイドみたいな、怪我した時にケロイドになる人いますよね。あの感じなの。そうすると中に電気が伝わらないんですよ。そういうやつを作る心房細動というの。でまあいろいろ発展してきてます。まあうちでもいろいろ慶太先生という先生が一生懸命やっていらっしゃるんですけども、この例えばこの肺静脈がこう2つ見えてます。でカテーテルこう入れてこうピッピッとこう向こうからもうこちらの心房筋に向かって刺激が出てるんですけれども、この刺激をですねこういうふうに隔離しちゃう。この肺静脈、この肺静脈の入り口をぐーっと隔離することができました。だからこの血管の奥から刺激が入ってきてもここでブロックされるんです。それがやり方なんですけども、まあ分かりやすく言うと、ここから入ってくるやつの周りを焼く、周りを焼いて、この刺激は壁を通ってくるんで、壁を通っても通れないところを作っちゃう、それを焼くっていうことで行っているわけです。でですね、ぜひ皆さんにお教えしておきたいことがあるんですけれども、
今は心房細動のアベレーションというのは、かなり古いです。私がそうですね、まあ、年還暦なんですけど、30代半ばぐらいからもう日本でポツポツ始まりですから、もう20年以上かやってます。ただ最近になって画期的な道具っていうのが出て、それまでさっき言ったみたいに周りを隔離するときにカテーテルをその場所に持って行ってジュッジュッジュッってこうやってたんですね。その場所を何で見るかというと、投資を見ながら決めてたんです。 ですから空間認識のあるような先生たちは上手なんだけど、そうじゃない先生はあんまり上手じゃないんだとか、点で焼いていきますから、その点の間に隙間があるとうまく焼けなかったりだとか、いろんな問題があったんですけれども、最近はクライオバルーンといってですね、その風船の中で、ね、液体窒素をやって、その穴に押し付けるんです。押し付けて入り口のところだけがそのクライオバルーンに接しますから、そこだけ冷凍にしちゃう、中はしません、入り口のところで。そうするとそこにはもう電気が通らなくなる。これをクライオアブレーションといって冷凍病棟っていう形で、組織を肺静脈の中と肺静脈の内側をもう隔離してしまうというやり方になります。ただ心房細動のアブレーションというのは心房細動全ての人が適応ではないですよ。結局早期の人がやりやすいんで、早期で症状のある人はもうどんどんお願いしますって やったらいいと思うんですけども、なかなかやっても効果の得られない人がいます。もう心臓がでかくなって心不全を起こしまくってるような人たち、もう一回こうビョーンと伸びきった心臓ってなかなか元に戻りません。そういうのはお薬を使い、脈を落としながら血をサラサラにする薬を使って、なんとか脳卒中症状と心不全を起こさせないようにするようなやり方しかないんですね。ところがその心房って言われるところの大きさがそれほど大きくなくて、まだ小さくて、生まれたばっかりの病気に心房細動みたいなやつっていうのはもうちょっとやればすぐ消えちゃう。そういうのはあったんですね。で、あと年齢もあります。やっぱりそのブロッケンフローやったりだとか、ちょっとジューッとやるときに熱かったりとか患者さん動いたりするとちょっと危険なので、麻酔を深くします。で、全身麻酔みたいに相関じゃないんですけど、エアウェイに行ってですね、これまでチューブを入れて、それで呼吸管理をするんです。やっぱりそういうことをするだけでも超高齢者にはちょっと負担になることもあるので、年齢によって差をやるやらないを決める場合もあるんですが、それでもどうしても困っているような方であれば80歳であったにしてもやるような場合もあります。実際は要は患者さんがその心房細動があることによって困っているかどうかっていうことですね。それによって治療するしないっていうのが決定される。クライオバルーンのお話なんですけど、まさにこの映画そのものですよね。ですね、クライオバルーンっていうのはこれがバルーンなんですね。これが肺静脈になるんです。さっきから言っている肺静脈、これをブロッケンフローという方法で脂肪中核を通り抜けてその肺静脈の方にこういう形でワイヤーだけ先に入れといて、途中から風船を膨らませてグッと押し付ける。あります。でグッと押し付けると、でそこにこの中に液体窒素を充満させるとですね、ここに線状に冷凍病棟などができるんです。まあこれ小児科の方ではよくやられるやり方なんですけども、最近では年齢の高い方でもやります。
もちろん外バグというのもあります。全く逆のやつ、あっためて組織を業務を維持させて、そして伝わりを悪くするようなやり方のやつもあります。まあ、どちらが本当にいいのかというのはまだよく分かってないみたいなんですけども、うちは現在この冷凍バルーンを使って治療をやって、それなりにいい成績を、画像で見るとこんな感じですね。この淡く、抜けてるのが風船ですね。で、隔離したところをですね、電気のマッピングなんかで見ながら、あ、ここは焼けたね、焼けてないねというようなことをやります。で、まあ高周波の今までのそのカテーテルを使ってピンポイントで焼いていくやり方と、クライオバルーンどちらがいいのかって言われると、時間的な問題、つまり、周期の時間の問題としては圧倒的にこちらに分があります。まあ、簡単ですよね。カテを動かして一つずつやらずにここに血管に突っ込んでからジュッとやればいいな、4回以上やれば終わりですから、なんか早いんです。だから、まあ、うち経済先生って先生が目でやってるんですけども、普通のこっちのアブレーションも4時間とか3時間とかでもうザラでしたけど、もう1週間ちょっとで終わります。もう終わったんですいうぐらい結構早くやります。でも人によっては早く終わらない人もいますよ。それはステージの問題ね。心房細動が早期の人は簡単に止まりやすいんだけど、持続性の人とか慢性の人を やってもなかなか止まらなかったりするので、その時には時間がかかります。利点としてはその合併症が少ないということ、まあ時間が短ければ合併症少ないですよね。で、あと実写によるばらつきも少ない、押し込むだけだ。カテーテルで焼くときにはちょっとずつずらしていくんで、実写のばらつきが非常にでかかったんですね。でそういったものを是正してくれて、クライオのもう一つの利点というのは、焼いたときの組織の画像をこれ表しています。この白くなったところが壊死した部分、これ冷凍病を壊死した部分で、結構鮮明でしょ、境界が。ところが高周波で焼くとですね、ほらギザギザでしょ。だからまあ冷凍で凝固させた方がより境界が鮮明なので、合併症も少ないっていうふうにこれをやってる先生はよく言われますよね。初期も短くてですね、守備時間は、クライオバルーンの場合、全部入れて150分。まあ全部入れるって足を刺して心房中隔を戦死して、もうそれだけで結構時間かかりますからね。その後焼く時間は非常に短いになります。カテーテルの通常のちょっとずつ動かしていく高周波のアブレーションが3時間半ぐらい平均だったのが、まあ、1時間ぐらいはクライオバルーン、その風船で治療するによって時間が短縮できています。ジェスチャーの場合も少なく、まあクライオアブレーションを導入しているのは東京都内ではこのぐらいです。ほとんど大学病院。クライオね、都内で一番早く始めたの、受得しなまあ連携している業務もいろいろありますので、そこら辺は導入が早かった大きな原因だと思うんですよね。最後にその病棟療法について、ちょっと説明しますけれども、どちらにしてもですね、血はサラサラにしておかなきゃいけないんです。アブレーションやってしばらくで薬を飲んでる人も薬が効かなくなって出る時もあった。とにかく心房細動になっても血のよどみができても、血の塊ができないようにしとかなきゃいけないんです。でそのためにワーファリンというやつと
抗病気薬というのはあるんですけれども、どちらが優れているかって一概には言いません。何かというと、弁膜症でベンチダウンしたような人たちというのはこれしか効かないから、でこれしか効かないし、これってこのワーファリンというのはちょっと血を取るんですよ。で効果を見るんです。効果を見るんですけど、ギリギリまで攻めるんです。やり方としてもうちょっと出血するんやないぐらいの感じで攻めていって血をサラサラにするのがワーファリンを使うというイメージです。でも新しいやつというのはそこまで攻めません。だから心房細動、弁膜症の手術をやった後の人にはちょっと向かないみたいなんですけども、通常の心房細動であればこちらで十分。ただ値段が違う。ただワーファリンに比べると有効性も安全性も一応こちらの方が優れているということになるんです。今の段階では。だからまあ食生活のことを考えたりするのにはこちらの方がいいかなとは思いますけれども、まあどちらにしてもですね、ワーファリンにしても新しい抗凝固療法にしても薬を飲まないかしょうがない。飲み忘れるとまた血栓ができたりしますから、もし飲んでらっしゃる抗凝固薬というものを飲んでる方がいれば、ぜひその薬を飲み忘れてないように飲みましょう。1日2回のやつもあれば1日1回のやつもあれば、まあ、うちの先生になりますけれども、まあ、カテーテルの心臓血管の、ね、カテーテルの治療もこう多いんですけれども、不整脈の方も結構増えてきています。でかなりアブレーションに関しては都内の中でも3本の指に入るぐらいになりました。まあ、不整脈の方も心臓の血管の方も両方バランスよくできる内科というのは、まあ自慢ではないんですけど、なかなかそれほど多くはありません。だから、うちに来ていただければそういう治療ができますということで、ご紹介させていただきます。あ、ということでですね、ちょっとせっかくですので先生見えたのでご紹介だけさせてください。ちょっと緊急の治療がね、